皆さんこんにちは、さくやです。今回のキンクラジダ、まあ、いまいちパッとしない感じではあるんですけど、実はね、なんか、スキル2が、大きい敵だと打算するということで、まあ、投げみたいな感じかな、若干ね。ということで、まあキングキメラでどれほど活躍できるのかっていうのをやってみたいなということで、まあ、基本ね、一人でやることはほぼないと思うので、だいたい4人でやると思うんでね、まあ、普通に、ランダムマッチングでやるんですけど、条件としてはターゲットをちゃんと取れる人は、別にいること、まあ、それだけかな。で、まあ、ディランとかね、もしくは、メグとか、まあ、もしくはピークのモチーフ持った、武器スキルちゃんと使ってくれる人がいるってことを条件でやっていきたいと思います。ということで今回はこんな感じでいきましょう。まあ、全員ターゲットを取ってくれるんで、まあ、自分はね、安全に戦えるんじゃないかなと思いますんで。まあ、最初はね、自分にターゲットが向いてくると思うんで、まず逃げますね。まあ、しょっぱなね、バリアもあるんで、すぐ死ぬってことはないと思うんですけど。で、あとは、後ろからこう狙うと。スキルチェインダメージっていうのがありますんで、本当はね、密着して連発できると強いんですけど、まあそうはいかないんですよね。まあこんな感じなんですけど、意外とね、まあただ4000万とか出ることもあるんで、意外といいかもね。って感じで、まあ割とサクッと終わったんだけど、まあ、今回はね、まあシエラがいてくれたっていうのも、まああると思いますね。まあ、実際じゃあどこまで、ね、まあ活躍できたのかということで、ダメージ量を見ていきたいと思います。3億ぐらいはいったでしょうっていう感覚なんですけどね。まあね、ファミツだと黒 SS か。だったんだけどね。まあそこまでね、外れではないかなと思います。まあ、精霊は、いいけどキャラはちょっとなんとも痛いなところね。まあ、4億ってことで、あとね、実はなんですけど、まあ、クラスチェンジしなければ、石板とかね、あと刹那のモチーフ、まあ、チャージ時、アクションスキル強化とかいろいろあるんで、まあ、そういうのやっていくと、ね、実はもっと、ダメージ出せるんですけど、まあ、今回クラスチェンジしているので、まあ、こんな感じですけどね。多分しなければ7億とかは狙えるんじゃないかなってことで、ただ HP 上げてしまってるんでね、ちょっと今回きついなっていうところあるんですけどね。まあ、ジュダも、まあ、意外とね、活躍はできるんでね。まあ外れたとかね、思わないで、普通に喜んでいいキャラじゃないかなと思います。ということで、今回は、こだわります。どうもありがとうございました。では。